前回の三国無双4立志モード、五から木に忍び込んで戦っています。戦場の赤鬼となって躍動してたわね。若鬼の間違いだろ。徐行配下になってたよな。徐行は気に食わない奴だ。落ち着け、あくまで敵の軍で信頼を得るのが大事なんだ。そうだった。今回は蜀との戦いに挑むぞ。それでは本編スタート。まずは戦の準備だ。できるだわね、どうしようかな。援護射撃と尋問のスキルを獲得。こらー、カムロ町でも行ってこい。蜀は総力を挙げて、この五条の息子だな。二代目ってやつね。総比は早死にだったよな。蜀の必死な様を見るのも飽きた。蜀の息子は芝居の一族が牛耳ってたな。この戦にて奴らを天下から消し去る。この勝利の暁には諸葛亮の唱えた天下三分は瓦解。蜀を天下から消し去るか。新たな時代が訪れる。やるしかないわね。行くぞ。我らの圧倒的な力見せつけてやるの。こたび拙者たちは敵の総大将の撃破を仰せつかった。大将と刃を交えるは総大将の統括だな。発砲任せあれ。是が非でも敵総大将と対しこれを撃つ。敵は自陣営を厳重に警護している。何を成しているのか。敵陣営と進み入って情報を得ることも情報を得るのが難しいと。偵察は私の得意分野ぞ。本当かよ。そなたの力この戦にて見せていただこう。その質が武の道であれ知の道であれ拙者の軍の支えになるものであることを期待する。うーし、作戦会議すっか。かる。目標は撃破140、拠点成長撃破110、密書3で、アクティブに動くねえ。目標の諸葛亮はマップ下か。拠点が多い印象だな。攻略しながら進めていくわよ。戦力はうちの方が揃ってるわね。そうは簡単にいかないと思うが、伏兵とか。へげ、徐行の後ろついていくか。その姿は忍びん。参ろうぞ。我らの部で敵を砕くのだ。さてストレッチしていた蜀の討伐。我らの神明に変えてもこの地は渡さん。要塞軍団は中央に展開か。キムミー頑張れ。悔しいな。退かせないわよ。ここは一度下がらねば。追うのだ。一息に攻め立てよ。敵将撃ち取ったよ。早速撃破。戦火攻撃力が上がってるわね。長いは無用。次拠点を家計で突破します。これから毎日家を焼こうぜ。いや、それじゃないよ。マジマンケンやめろや。ほっかよ。この拠点を撃破。私が占拠したからね。平行の撃破。この拠点は私が占拠したからね。ここまでは順調。まだ向こうの戦っていないようだな。私も中央に展開します。探索を打つ。予想4では MOD のおっさんですが8ではイケメンです。あらかゆの息子さんなのね。いいじゃないのよ。一度引くのだ。まだ終わってはいない。追うのだ。一息に攻め立てよ。ゴラー、打ち取った。に免税。来た。関羽の息子の次は娘、正妻ね。こちらはちゃんとキャラになってます。凛とした表情が印象的だな。あの警察の手腕と警断、わっちの方が強いわね。できながら見事だ。分かれ目よ。敵将制裁を撃破。家計で拠点を撃破。火遊びじゃないよ。でもしたのか。本気だよ。よくやった。勝利を照らしたぞ。140人も撃破。誰もこの饅頭を止められないわよ。饅頭の大躍進。ブラックジョークかな。さて次は脅威ね。ここで人事と称された諸葛亮の後継者か。私にとっては脅威ではないわね。
それ三国無双やった人が一度は言うやつ。先に拠点を取りに行くわ。後で相手してあげる、きも。この拠点は徐孔明が占拠した。あれ、脅威を見失ったわね。伏兵として紛れたのか。あれ、こんなところで何してるの。代わりに観光を見つけました。これまた関羽の子か。そういえば関羽は五条原の戦いの10年後のお前の親分を手にかけられたわね。なるほど、まさか五軍の年中がいるとは思えない。気づかれたら殺されるでしょうな。敵将、撃ち取ったよ。さて敵の本陣に近づいてきたぞ。いよいよ腕がないわね。本陣が使うだけに敵戦違うね。ここは手にしておきたいな。敵将、撃ち取ったよ。一度引き、万全の体勢で臨むのだ。今が勝負です。うるさいですね。ここは敵の速度が速いな。ドアキラは面白がる。離れたところにいるぞ。ここは私が一回戦の活躍を見せるときぞ。強力撃破。一時休息し、心身を癒さねば。了解ですか。完全に使えた武将だな。中野さんは無用。次へ参るぞ。敵将、撃ち取ったよ。さていよいよ諸葛亮の登場です。ごい孔明、これは違う人だ。うわ、来た。うは、扇で吹き飛ばされた。お波感やめろ。逃げろからの攻撃、扇風機やめろ。いや、硬いわ。もう見つさない。噛むな。いや、この HP はどうなんだ。いける、カシージャス。その自信はどこから。痛みに耐えるのは。無双ゲージをチャージしつつ、徐行の肉まんを食べる。心もとない HP だぞ。その一人の武将が邪魔だな。うわ、ビーム飛んできた。下手諸葛亮ビーム。ちょっと厳しいか。卑怯なアコーローと同じ戦い方じゃないか。勝つための戦略だろ。やばいやばい。こちらに自慢する。お、三国突破やったぜ。どさくさ紛れて上司の名前間違えるな。肉まん、肉まんをくれ。よくぞ敵の陣容を完破した。ぬはぁ、私が占拠したからね。という夢を見ていたのだ。ジェイ君によろしく。今回は複製を配置してみたわよ。今回はカツル準備中になってんね。ちなみに武器も変えてみました。大獅子殿が使ってたやつだわね。やっぱ死ぬ、虫の息が。あ、隙ができたぞ。やばい。げ。逃げろー。まだいかー。危ない、九死に一生を得た。
カルヒット。そしてクリーを展開。これで諸葛亮も虫の息よ。小物みたいな言い方だな。伏兵を排していましたか。長いは無用、次へ参るぞ。敵ながら見事な伏兵です。攻めかかるよ。やはりここに伏兵を配していました。一瞬でも二段するとやられると極右か。今回は仕留めるぞ。うん、敵将そこだ。やめろ。打ち取ったよ。喜ぶな。これも修行の成果よ。それマルコや。前とポージング違うし。OK OK MG。 グッドバッドグッド。そなたの武見事なり。そのままさらに研鑽を重ねればいずれ武の極みへとたどり着けるやもしれん。序行ラストバトル。修練を怠ることなきよ。アグネスデジタルのシーヒロフミじゃねえか。武器もらいました。今の武器が強いわね。とりあえず今の武器を使っておこうかしらね。さて次のステージはどこかしらね。おや、これは、ゴクリ。マイフクの系の仕上げか。いいでしょう、リクソン殿。この時を待っていましたよ。反旗を今こそ翻す時。無本、ワクワク、ワクワク。というわけで今回はここまでです。次回はいよいよ寝返りだわね。面白くなってきやがったぜ。チャンネル登録と高評価もお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。